玉物前さんの正体ってキュービさんだったんだ。だったらいろいろ謎が解けるかも。キュービの狐について何かご存知なのですか？うん、まず尻尾だけど、一本ずつ別々の人に化けられるの。もちろん本人も化けられるよ。誰にでもそっくりにね。では今までの偽物は全て尻尾か玉物前の化けたものだったのですね。うん、それともう一つ、彼女には魔物を生み出す力があるの。ならば過去の戦界にはびこっていた魔物は、キュービさんが生み出したんだと思う。あんまり放っておいたらここも魔物だらけになっちゃうかも。そうですか。では急ぎ玉物前を捕らえる必要がありますね。彼女の気配は同行のあたりにあります。我々も向かいましょう。神教による玉物前の封印は失敗に終わった。しかし神教の力は玉物前の真の姿を暴き出す。キュービの狐、それが玉物前の正体だった。悠久の時を生き抜き強大な力を得た妖獣キュービの狐、その妖力をもって魔物を生み出し、自らの姿を自在に変え、さらには九つの王を思うままの姿で操れるという。敵の姿は変わってもなすべきことは同じ。この騒乱を終わらせるため災いをもたらす者を神教に封じる。周遊たちはキュービの狐が放つ妖気を追い、同行の地へと向かった。敵がキュービの狐であってもなすべきことは変わりません。彼女の力を削り心境を持って封じる。ただそれだけです。ですがまた術を使われるかもしれません。何かいい点があればいいのですが。同校には以前の戦いで使った火薬類が残っているはずです。それらをうまく使えば賭けを仕掛け敵を混乱させられるかも。いい手かも。キュービさんきっと驚いちゃうね。では行きましょう。くれぐれも油断はなさらぬよう。時代の闇を晴らすため、私は…こたびの戦、家計を用いて敵を殲滅する。主膳、状況はどうだ？貯蔵庫から物資を奪取すればいけます。ですが、付近には敵が多く、奪取は困難かと。では、敵の注意を他に向けて。これを派手に戦って敵の目を引いてやる。敵は貴様らでやってる。ここだ。骨ごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといてやる。敵将討ち取ったり。この量で不十分。ここだ。もう一つの貯蔵庫に向かいます。ここだ。最強の武を見せてやる。ここだ。ここだ。
砕いてる。これぐらいにしといてやる。敵将こいつ取ったり。ケアケア、ここだ。受けてみよう。ここで引き当てろ。将兵らの士気も高まりましょう。ケア！シッ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 。雑魚ばかりか。正体がなくてあくびが出る。見せてみよう。おのれ浅ましき物言いを。者どもあやつらを黙らせるのじゃ。フッ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 。抑えておいでですな。受けてみろ。メッセ。ここだ。整ったようだな。ここだ。受け取った物資を速やかに船に積み込め。ここだ。受けてみよう。この周黄金こそ真の三国無双だ。これぐらいにしといて。
を炎で焼き尽くすのだ。よし、策はなった。我々も船で突入し、九尾の狐を狩るとしよう。私が行こう。行けよ。せい。ここだ。行けよ。ほう。やるな。ここだ。せい。それを知らぬなら挑むがよい。お役目なれば阻まねばなりません。んだ平八郎忠勝衆参。ここだ。すべて打ち破ったな。ならば本体と合流し、皆で狐を追い込むぞ。勝ち時をあげよう。九尾の狐には逃げられてしまいましたか。でも力はかなり削れたと思うな。
偽物の正体はキュービさんの尻尾だから。尻尾を倒すとキュービさんの妖力は弱まるの。回復には少し時間がかかるはずだよ。そうですか。では今こそ彼女を追い詰める好機ですね。ええ、回復する間を与えてはなりません。このまま急ぎキュービの狐を追いましょう。至高の舞をお見せできたようです。